いやーすごい桜、一気に葉っぱ。そうね、どうすか、もう終わりだね。終わり、うん。おー信号黄色、まだまだ見れるよね、うん。いやすごい綺麗じゃない、うん。なんか桜ライド去年とか一昨年もしたけど全然回んないんだよね夫婦でとかだったら多少回んのかな。けど結論としてはさ、うん、桜はもうそこら辺のところにあるから、うん、みんなあえて YouTube で動画で見ないっていう結論なんだよね。そうだよね、やっぱそう、うん、よっぽど有名な桜みたいなさ、よっぽど有名な桜がなんか木が折れましたとかだったら見てくれるかもしれないけど。いやでもさ、横浜のこの感じとかさ結構いいよね、面白いね。あのダック来たよ、ダック。本当だ、水陸両用すごいじゃん。ついていけば外国人の人いっぱい。うまいね。あーけど左側もずっと桜あるね。うん、あー大きい船が止まってる。本当だ。いや横浜って感じ。本当。なんかさっきやってたよね、レンガ倉庫。うん？レンガ倉庫なんかやってたよね。うん、やってたね。何やってた？何やってたかな。タパス&なんちょか。なんてタパス&タパス？タパスとパエリア。タパスとパエリア？うん、スペイン、うん。へー、まあけどそういう気候か、この春の、うん、カラッとした感じ、うん。あ、けどまずトレック行く？そうそう、トレックに行かなきゃ。いやでもいっぱい人いっぱいだね。そうだね、人多いね、みんな撮ってるね。横浜っぽいね。うん、横浜っぽい。うん、いやめっちゃいいな、よかった。ギア今日乗っといてよかった。これは明日は大丈夫や、いける。すごい。いやーやっぱりここの景色が好きだな、緑が多くてこのイチョウ並木と、うん。意外と風が強い。うん、タクシーが止まっとるよ。すごいテント村みたいになってる。すごいね、うん、みんなまあ遊びに来てんだよね。そうだろうね、うん、いいよねここでテント行きて、うん。いや昼寝しても気持ちよさそうだね、うん。いや春ライド動画化できる気がしません。羽田空港行きのバスだね、うん、動画化できる気がしません。確かに特に何もない。できる気がしません。いつものライド、え、いつものライド風景。トレック行くぞ、トレック行くね、うん。特に大きな買い物はないんですけど、チューブ、ね、チューブ。着いた着いた。久々やな。久々やね、うん。いろいろやらかしてるからさ。何をやらかしてんの？電池切って切れたとかさ、文句ばっかり言ってるからさ結構ブラックリスト入ってるかもしれない。入ってないよ。え、入ってないわ。そんな入ってる可能性が高い。ちょっとカメラ止めてきます。いや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 、よかったね。ん、もう結構新車情報とかもゲットしたからさ、動画一本できる。え、しゃべんないでくださいって言われていや久々のトレック良かったね。店長さんもいらして。そうだね、お客さんも少なくて。いやなんかさ、トレック行ってさ、うん、よかったね。なんかあのボントレガーの、うん、まずブランドが結構トレックになってきてるっていうのは SNS とかで知ってたけど、うん、なんか手袋とかも全部トレックになったのはびっくりした。そうだね、トレックのやつ買いそうになったトレックいいなと思ったけど、ちょっと待てよと、一回カペル見なきゃなと思って勝手にアンバサダーだからそうだよ、カペルのあの新しい色の手袋できましたって。あ、マジでそれ行かなきゃ、うん、ちょっと最近さ、インスタに上がってて、アムちゃんにも認識されたりした、うんうん、ちょっと行かないと認識された認識されたよ、あの時一瞬じゃ
え、いや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 、厚かましい、 裏でメールしてますから。そう、やばい。いや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 、え、いやいやいや、あれですか、もうおっさんハラハラすんじゃないよ、もう。あー、もうダメだけど、コラボとかありえないよね、こういう人は。ダメだ。いや、いいよ別にコラボ。いや、ちょっと待って、そんなないから。どっか旅行行きましょうみたいな。無理だから、耐えられないから。まあそういうのは置いといて、今の使えないから。使って嫁切れる。いや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 、トレックさ、新しいの出すんだね。楽しみだね。要注目だよ。夢が広がりすぎて。うん、そうね。要注目だね。大変だね。え、いやー、ちょっと注目ですね。盛り上げてほしいね、この自転車業界。あとは他社さんが出してるからさとか、そういうのもあるんじゃない、うん、あ、いや、なんか久々のゆっくり話ができて、うん、あと、もともとね、うん、明日のライドに向けて、うん、あのチューブとか買いに来ただけだったけど急にね。え、あとさ、うん、あれもすごいじゃん、あのトレックのさ、うん、レーダーのやつ、うん、とかも。あれでも高くなかった？あんなもん値段、ガーミンのやつがもう一つ高かったりするから。あ、そうなんだ。からあのトレックなりモンドレガーなりライト、うん、まあ、ガーミン純正の機能を結構持ってて、だからいいなと思ったんだよね、うん、ただ確かに国内とか都会で使うとずっと後続車なんかいるから、まあ、それは確かにうるさいかもなと思ったそうだよね。あの憧れはあったけど、うん、結構安いのも出てきてるから中国のやつとか、うん、気になってたけど、うん、うん、って確かにずっとなったら意味ねえなと思った今なんかずっとなってんじゃん。今だと絶対ずっとなってるでしょ。しかもさ、私とかの後ろ走ったら私に反応するってことでしょ。かもしれない。いや、で、いや、そうなんだよ。で、それでさ、最高の音とか鳴ったらさ、うん、電池すぐなくなりそうじゃん。それは辛いよな。うん、いや、今日なんか新しいものも出てて、うん、で、レーダーのやつとかも出てたじゃん、うん、で、トレックのブランドになってきてます、うん、で、ラファの服も置いてます。あ、ラファのね、うん、あれも SNS してたけど、本当ラファのやつ良かったね。なんか、あのさ、ラファ本店行ったじゃん。うん、行った。あの時はさ、うん、そう、渋谷。あの時、あそこに足を踏み入れた時点でなんか場違いかなと思って帰りたくなったじゃん。みんなスリムなんだもん。そう、帰りたくなったけど、今日は大丈夫だった。今日落ち着いて見れてる。まあそうだね、うん。いやー、トリックのさ、お店の前で撮っとったら良かった？写真。トリック行ってきた。来ましたって。うん。サムネにしたかった。あ、けどさ、買ったやつを並べてトリック行ってきたとかな、うん、あ、ボトル意外高かったよ。3600円もした。1個？うん、1個。うん、金持ちじゃないけど。いや、嫌だなと思ったけどさ、やめれなかった。あの雰囲気でやめれないでしょ。やめれるよね。1個にすればみたいな。え、みたいな。 S サイズありますか？あれが S サイズだよまあいいけどね。いやー、まあ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 、明日のライドに向けてよかったね。そうね、うん、明日のライドは明日のライドでまた動画化できるでしょ。うん、つえな。いや、さっきお店でさ、動画撮っときゃよかったね。うん、動画なんで？え、商品載ってるところとかさ、うん、うん、トレックになったんですとかってさ、うん、動画にできたじゃん。ああ。まあいいか。でもトレックさん、いつもあんま撮らないでって言うじゃん。言わないよ。本当？うん、いつもいいよって言ったら、整備のとこはやめてくれって言われて。ああ、そりゃそうでしょ。